早い。おい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 、初っ端愛嬌はやばいって嘘だろ。おお、待ってたそうです。それを待ってました。ありがとうございます。みんな裏腹に優しいね。ああ、いいね。パワーの上がり方もえぐ。パワーのえぐり上がり方が一番えぐいかもしれんな。いただきます。ゴチです。素晴らしい。うわー、ハーフ見たかったー。いやでもする価値あるなー。 44% お願いします。ゴー。よーし、うらら偉い。うららマジで偉い。素晴らしすぎんだろ。その後にこれ。そりゃないよ。うらら頑張ったじゃん。うらら頑張ったのにさ、この仕打ちはなくない？毎日にしがちゃ第5レース。今日は天真爛漫という言葉が一番似合う馬娘、春うらら。私が URA シナリオを初めてクリアしたのがうららでしたね。いや、うららと爆心王は新人トレーナーの強い味方ですよ。サボカドスキルは右の通り、まさかのね、初っ端愛嬌を獲得し、合宿で噛み合った友情が爆発できて、で、失敗率 40% 超えのトレーニングも難なく成功と上振れを見せてくれました。しかし、その成功を嘲笑うかのような、その後の集まりを、いや、見事に釣られたよ。まあ、それにしてもね、重賞のダートレースが増えてくれたおかげで、育成がしやすくなったのは助かりますね。はい。まあ、有馬チャレンジは相変わらずの難易度ですけれども。さあ、ステータスも申し分なし、で、マイル適正も S と、貫禄十分なうららに仕上がっておりますが、一体どんな印象を出してくれるのでしょうか。早速見ていきましょう。さて、リアル競馬の方で昨日開催されたオークスでございますが、いや、リバティアイランドが強かったな。まあ、このままトラブルなければね、牝馬三冠はもう彼女のものと思わせるような、そんなレース運びでございました。そして、次の日曜日はいよいよダービーですね。すっごい楽しみです。さあ、評価 UG5。いや、うららで UG5 いけるのってなんかすごい感慨深いですね。さあ、印象はどうですか？ほい。お、パワーダート、お、ダートいいね。はい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 。ありがたいですよ。さあ、サイン紙で、できれば、もう一声欲しいが、パワーマイル。パワー二つだったか。まあでも、ダートがあると嬉しいから、こっちの方かな。そうだね。こっちの方がいいかな。はい。それでは、また明日。